気に予測して、さあロングキックです。収まった、中の入りそうですね、タイミング、斉藤藤本、さあ藤本ちょっと入った、大阪のシュート決まりました。コンビネーションプレーを見せていきました。素晴らしい、大阪2試合連続ゴールです。シュートが枠を捉えました。シュート精度はチームトップクラスのこの大迫、ここに来て2試合連続ゴールです。先ほどラストパスが合えばという話をしてたんですが、やはり今のコンビネーション、サイドから中スルーして大迫の左足ですね。このシュートも素晴らしかった、コンビネーションも素晴らしいし、シュートも、片山のクロス、そしてここで藤本がスルーを入れて大迫の左足、素晴らしい崩しを見せました熊本、1対1の同点に追いつきました。